まあこのゲームのことを簡単に言うとね、人様の家にこそこそ侵入して、金目のものを盗めるだけ盗むという、まあ非常に健全なゲームですね。で、こいつが主人公。犯罪者のくせに生意気にハゲやがって、今はそんなことできないので、イエーせっかくだからもう一枚割っとくか。イエーさすがに一番下は何も入ってないなんだよ。<laughs> ふざけんじゃねえぞはいはいはい <laughs> 全然怒らねえ <laughs> よしじゃあ今回も健全に違法行為に手を染めましょう中の住民の様子を伺ってみようあなんかうわー <laughs> <laughs> くつろいでましたおいおい警察って結構ノロマなんだなあくびが出ちゃうぜおれ気持ちいいいい仕事したぜビニ次の仕事は講師に登ってもらうスマイリーマンみたいな,たいなちょっと俺の仕事っぷりを褒めてもっとあなたはいつもそう次の仕事のことばっかりこれまずいから いえ <laughs> この恐竜のおもちゃとか盗めないの俺これ欲しい。俺これ欲しい。ピッキングはまだ素人だな、修行士。<laughs> 褒めてよ、俺の仕事っぷりあなたいつもそうよ。ツタノボリのグローブも買っとけって言っといてよ、あいつ親切じゃないんだから。あの人はいつもそう。畜生！シ母ちゃん助けてくれ俺は何もしてねえんだ 人んじの敷地に勝手に入ったら犯罪なのかよすごいな、俺すごいことしてる。泥棒やってる。今までで一番泥棒やってるから。楽しい盗んでやったぜやこめっちゃ草生えてる。あれ俺の車こんなに草生えてたっけ緑豊かだったっけこんなに。緑豊かだな。ビニ、俺頑張ったよ。さすがにたまにはネギだってくれるよな。 <laughs> <laughs> あなたはいつもそう。宝石は必ず分解しろ次の仕事の話。そうやってすれ違いが生まれてくんだからね。そうやってね、いつの間にかもう気づいた頃には修復できない関係になってるんだよ。いったそばから出てきたよ。お前のピッキングスキルはどうだどうだじゃねえよ。お前姿表せやそろそろあと誰だここいつも扉開けてんのビニーかビニーいつもそう。 だらしないんだからあの人むしゃくしゃするぜクソがビニーの野郎すげえ泥棒してるわあこの時だけだわ性を実感できるの大胆に行動するぞ、はあ、はあ、はあ今いたな腕だけああははははは逃げろなんかシャッター閉められたそんなことあんのちょっとあやてえ アカンみたいなの食らった <laughs> そんなことあるんだ <laughs> 違法行為違法行為なんかしてないですよ鍵屋ですよお前かい茶んつけたのお前面覚えたからな二度とこの道通るんじゃねえぞじゃあ失礼します気持ちいい初期の頃みたいにむやみに窓壊せねえわ悲しい人んちの窓見つけて 割りたくならない人間いないのにこのようにちょっと早く通って死にたくなければ振り返るなよまあ盗めるもんは盗みますけどねうん盗むっていうか落ちてるもんだからね <laughs> 落ちてるもん拾ってるだけだからなこっちは俺に生活パターン把握されたら家の財産全部なくなると思うよカメラとかついてないよなえー、カメラに捉えられた <laughs> どこにあったんですかカメラやべえ泥棒してる感すげえああ生きてるって実感できるわ生きてるって実感できんのこの時だけだわまずいまずいまずい <laughs> こっち見んじゃねえよバカ目の前のやつ気づいてねえぞこれまぬけでよかった <laughs> まぬけでよかったぜ護身用のスタンガン持ちながらキョロキョロしてんよこいつ <laughs> 警察は無能じゃなかった <laughs> 待て待て待て不審な動きしてないよ何言ってんだイチャモンつけんじゃねえよ殺すぞお前つら覚えたからなめっちゃこっち歩いてくんじゃいつも安全な場所から俺にだけ手を汚させて食う飯はうまいかあえはおう <laughs> なんか夜中になるとね窓にシャッターかくシャッターかかった今 <laughs> 今このタイミングですかいやあ、ビニやっよ、俺ビニやったよ。高級車には電子ロックがある。新しい技を習得しろ。あなたはいつもそう、本当に。次の仕事の話ばっかり。緑豊かな車に乗るぜー。おいしげってるぜー。うひょーやったトイレだ。ひゅーあっ気づかれた <laughs> すごい勢いで駆け回ってるやばいやばいこっち来る <laughs> やられる <laughs> あトイレだせイ<い> <laughs> <laughs> バカなのかこいつ俺がやらしたんだけど自分家のトイレ壊しちゃった <laughs> どうしよっかな今今横通れる通れるかなこれすげえ怖いあー気づかれましたー おしまいお今のうちに行けるかなはめちゃくちゃ目やったと思うんだけど今 <laughs> ちょっとさはっはっでちょっと待ってくださいイチャモンつけんじゃねえよ俺の絵だよこれは何が不思議なんだよお前がその面忘れねえからな おい電話よこせよビニーからの電話あるかなって思ってわざわざスキル取らないで待ってたのに。こっから降りれないんですけどえ、俺も、これから一生屋根の上で暮らさなきゃいけないの。ちょっと今のうちに、一旦あ、ヘイ <laughs> 逃げるわけじゃないから、深追いしないのがプロだから。勘違いしないでね。 あえー、なんか今頃バレてるちょっと待ってアパトカーが目の前から来てるやめてーす <laughs> <laughs> 待って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 何でバレたんだよ今のあれでももしかしてこれ逃げれるあっしゃ、逃げ切った <laughs> <laughs> 書斎だからなんかすーげえうろうろしてない往復 <laughs> あいつ何してんの <laughs> あ戻ってきた <laughs> なんか行かれたのかと思ったわ イカれてて欲しかったけど強いなー、えー、キャメラキャメラどこっすかーあそこー暮らしが豊かになっていくわ泥棒やっててよかった、はい。はい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  <laughs> 今完全に目あったでしょ。目あったじゃん。 なんでそんなちょっとびっくりマークつく程度で済むの逆に。よかった、まぬけで。どうすんだっけこれ。はっひっあっおしいきなりこの部屋入ってきたらどうしよう。やめてよ、勝手に入ってくんの。人の部屋に。うわ、ここにもパワーカッターあんじゃん、パワーカッター。どこまで近づいたら怒るんだろう。 キー短すぎない動画見てる人に伝わらないと思けうけどわこれびっくりしたそういうホラー要素いらねえから怒るよいやもうそういうのいらないからにこれなんか呼び出そうとしてた <laughs> うわあそういうのいらねえからいやーそういうのいらない 俺このゲームとそういう付き合い方してこなかったとりあえず窓から飛び降りた方がいいかなつ、うん、いよしはあ近い近い <laughs> なんですぐそこにいいんだよちょっとやめろはい他人の家を無償で片付けて差し上げるという誰も傷つかないゲームことシーフシミュレーターなんですけどどうだろうあはは,は誰かに見られているダ <laughs> <い>ーウーイー 壁越しになんかこっち見てんじゃん、もう。肝。いや、肝こいつ。うわ、今俺大胆な行動して。いや、なんでそっからわかんない肝気持ち悪い金庫見つけたら開けんのが礼儀だからな。俺礼儀正しいからね。ちゃんと開けんのよ。それは優先的に。ええーぶっ殺すぞ